というわけで全国の東京諸君お待たせいたしました。マジで危なかった。一番最初が一番危なかった。懐かしいですね。何もう一回ちょっとこんにちは、えっちゃんです。あらです。今回は、はい、笑ってはいけないアーマハルスタジオ。なんのこっちゃって思う方もいると思いますんで、ちょっとね、説明をしていきますと、はい、アマハルスタジオとは、うん、オルハくんが過去にウームネットワーク時代4年以上前ですね、はい、4年以上前にやっていたあの伝説のクロート向けチャンネルですということで、あのチャンネルね、実は、はい、あのウームのこうネットワークの MVP とか撮ってたりとか。いや、もうそういうのもいらないですよ。実はネットワーク1期生という、もうそれすらも恥ずかしい。それすらももう全て喋りたくないです、今だから。もうですが、はい、アマハルさんはね、オルハくんは違うんですよ。アマハルさんはなるほどね。そう、挫折。いや、もう全然あれありきの今なんで。あれ、あ、アマハルさん、違う、あの人はね、あの人はすごい挫折してましたね。あの人は、はい、そう、そんな過去もありまして、はいはい、まあ今はオルハくんとして編集者としてキラキラしてますけど、あのチャンネル今非公開なんですが、はい、笑ってはいけないをしたらめちゃくちゃ面白いんじゃないかってことでやっていきましょう。大丈夫、その人の勝手に使っちゃって。もういいよ、アマハルさん。アマハルさんの動画勝手に使って大丈夫ですか。私が笑いそうな、えっちゃんが笑いそうな動画をぜひ選んでください。まあ、ただ普通に出したらやっぱり恥ずかしいんで、うん、単純に黒歴史なんで、うん、せっかくなら笑っていただこうと、はい、えっちゃんをしっかり笑わしていこうということで、基本はね、コンプラ違反のチャンネルだったんで、完全に今だったらバンされてるチャンネルなんですけども、はい、かろうじて使える動画をいくつかピックアップしました。ってことで、じゃあね、はい、恒例の笑っちゃいけない恒例のね、含んでも多分変わらん、あのあんまり笑わないと思うよ。いや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 、そういつもね、私クスッと笑いで引っかかってるんで、舐めてるよ。余裕。じゃあせっかくなんでね、うん、もう早速いきましょう、うん、待たせたな、全国の童貞諸君。今日こそ俺がお前らの夢を叶える。これは俺の趣味じゃない。お前らの望みを叶えるためなんだ。お前たちの熱い思いはきっと届く。だから今日はアマハルがおねの子様の下着を丁寧に脱がさせていただきました。国家プロジェクト日本脱衣連盟隊長の名に恥じぬよう、今宵おねの子たちの下着を脱がさせていただく。アマハルスタジオ、アマハルスタジオ。というわけで全国の童貞諸君お待たせいたしました。脱衣ブロック通信リベンジマッチでございます。前回この初音ミク脱衣ブロック通信下着をちらっと見るところで終わってしまいましたので、今回はその下着の下、夢のユートピアへ皆様をお連れしたいと思います。懐かしいですね。ダメだ、ダメ、難しい。みんなの夢を叶えるんだ。俺がやらなくて誰がやるの。やばい、これ流すから。ファインプレイ、ファインプレイ。オッケー。よいしょ、ファッション。あ、お前。こちら、あと2回落として大丈夫です。ではここからが夢のユートピアです。皆様、いらっしゃいませ。硬い、ガードが硬い。完全に硬い。全然崩れない。うわ、いや、これはやばい。皆様、はい。おぉ、もう動画、撮ったのか。黄色撮った。この状態で黄色撮った。うわ、全部が脱げてる。うわ、ちょ、これはまずい。今、日本が震撼しております。クリアしました。謎のスコアが出ました。スコアなんか一回も見てませんでした。今、アマハルは全てを拝んでおります。脱衣連邦軍、初代軍隊長、アマハル、今宵、任務全うしました。というわけで、今回のアマハルスタジオはここまで。また次の動画でお会いしましょう。それじゃね。懐かしい、ね、この動画を気に入っていただいて、うざいな、うざいな、こいつ。こいつうざいっすね。限りなくアウトに近いこぼれ方を一瞬、ポロッとしたんだけど、これはセーフでいいですかね。セーフですよ、セーフです。マジで危なかった。一番最初が一番危なかった。懐かしいですね。何？もう一回ちょっと聞いていい？何？アマハルスタジオ。なんで小声なん？これがアマハルスタジオ。これがもう、これはもう知る人ぞ知るですよ。いやでもこれさ、2016年なんで、まあ3年から4年ぐらい前、ね、ちょうど4年ぐらい前ですけども。にしてはやっぱ編集ずば抜けて凝ってるわ。こん時って今みたいに10分動画とかほとんどない、うん、みんなもう 3,4 分に収めていく編集をしてたんですよ、うん、だからすごいアップテンポだった。まあちょっとね、うん、じゃあ次お願いします。次のね、これまだ序の口なんで、このね、エッチャンネルの視聴者にはドンピシャな動画かと思いますよ、うん、じゃあいきましょう。明けおめどうもありがとうございます。
ってまいりました。配信者夜8時、アマルスタジオのお時間でございます。今日で今年一発目の動画は、とあるチャンネル風に動画を撮っていきたいと思います。アマハルスタジオ、アマハル研究所、あちとちぼっちです。こんにちは、ぼっちゃんです。ぼっちゃんです。いやー、ぼっちゃん、年越しといったら何よ。年明けそばを作っていきたいと思います。というわけで材料はこちら。鶏肉、見たことあるね、これね。小麦粉、野菜、調味料、以上です。ということで、完成よっ。うん、作るシーン一切ないですからね。怖い怖い怖い、ちょっと怖い怖いな。というわけで、今回のアマルスタジオはここまで。また次の動画でお会いしましょう。それじゃね、この動画を気に入っていただいて。いやー、素晴らしい。今回もじゃあセーフという形でね。危なかった。これ気づいた方いらっしゃいますね、多分ね、はい、背景、なんか見たことありませんか。リビングにあるやつまんまだし。そうです、これも床のね、あのやつも同じだね。あ、でもこれ多分、これちょっとここで笑えないと結構ね、結構すごいですよ。一番最初が一番やばかった。いやすごい、湧き汗がすごいわ。もうでも俺が自分で笑わないとやっていけないからさ、こんなの。じゃあ次の動画いきましょう。んあれ、ちょっと変わってる。スタジオ、どうもです。結局変わってしまったでございます。前回でアマハルは恐れなく起こってしまいました。こちらスクイーズ、マツタケスクイーズ、気持ちいいよ、やるかと気持ちいい。でもやっぱりこの見た目で、この色合いで子供たちが楽しむジャンルに食い込んでいっちゃいけません。ということで今回、肉まん同様、こちらのマツタケスクイーズを切開してね、切り刻んで、このいかがわしい物体の正体を明らかにしてやろうと思います。よし、3、2、1、ファイル。おお、痛い。大事件。うわー、マジか。そうきますか。制作者サイド、そこまでこだわります。こちら行きますよ。見て。もうさ、やりすぎだよ。ティッシュ。ティッシュって、いや、俺が悪かった。それらしき棒から白いの出るって、こんなの大丈夫。はい、アウトです。アウトです。はい、はい、ということで、えっちゃん1アウトですね、今回。ちょっと出ちゃったね。ちょっと出ましたね、同じな感じで。ひどすぎる。ステージ流行ってた時期だけど。ちゃんと流行りに乗っかった、ね、ひどいね。オープニング、違うオープニング方を思ったら、うん、あの結局ささやくんだねっていうのがめっちゃ面白かった。まだ用意してくれてるみたいに。まだありますね。いきますよ、次の動画。部屋で一人でやってるっていうシュールさ、ね、スタジオ。デフテクサムシェネマイクロン次のねのねのね地に足つけ頭雲抜け進む前に、うん、でもいつまでもそばにないから Believe my way。 ループステーションってね、大地さんに憧れた時期です、うん、大地さんにめちゃくちゃ憧れてた時期。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Amaharu Studio. Let's enjoy music covering Dev Tech My Way. Believe in my way, it's time to watch for a bike. No matter how you feel, even if you wanna cry, you guess that you waited in. 今日は目で出しても明日からまた新しい日が始まる。突然のね、英語が入ってきましたけれども、うん、そのまま行っちゃいます、うん、これ最後になりますかね、うん、あれ提供動画ですね。あれ、なんかおじさんがいますね。終了でございます。しかもおじさんが可愛いダンス踊るという、なんか大変だったんだなって思って。大変だね、やめろ。やめとけそれは。いや、面白いな。面白いでしょ。いやなかなかね、パンチの効いた企画でしたけど。いや、これ面白いな。いやどれか1本だけ概要欄貼らせて。ダメ。1本だけこっそり貼っときます。1本だけ、こっそり1本貼っときますので、皆さんね、あのみんなも牛乳含んで笑ってはいけない、やってきてください。アマハルスタジオ見てたんですよ、うん、見てたけど、その当時から編集はうまいなと思いつつも、当時にしてはってこと、うん、ね、本当はもうちょっと見せたいね、こう黒いやつがあったんですけど、ちょっと全部コンプラ違反だったんで。もう音源とか画像がアウトすぎて、そう全部アウトだったんで、うん、あれモノマネとかもあったんですけどね、はい、
いやでもね、この面白さみんなにも分かってほしい。シュールさね。そう、それでは今回はホルハくんの勝ちですよ。俺勝ちなのこれ。ホルハくんの勝ちなの。天春さんが勝った。天春さん勝ったので。天春さんはでも人生負けてるんだよ。はい、ということで皆さん、こちらの動画が面白かった、はい、第2回戦も見たいと思ったらコメント欄にコメント、そしてリンク先飛んでやってください。ダメだよ。では皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。はい、天春スタジオやめんかい。